皆さんこんにちは。メタクズです。今日は勇者財宝ティアラメンツのデッキ紹介をします。デッキの大部分がパワーカードで構成されてる凄まじいデッキです。もちろん今回は新しいディアベルスターギミックを考え、最小限構築で1枚初動、2枚初動パターンを組んだので不純物も少なめになっています。こちらがデッキになります。リストの方は概要欄に貼っておくのでそちらをご覧ください。マスター1ではありますが一応15連勝してくれたので、デッキパワーもある程度あり事故率もかなり少なめなデッキに仕上がっています。今回のディアベルスターは召喚剣を使う代わりに完全1枚初動ギミックにしました。コストディアベルスターからキュリオスが確定で立てれます。ディアベルスターで現在砲をセットし現在砲で、ディアベルスターごとリリースしてエクセルを特殊召喚し、効果でジェットシンクロンをサーチしてそのまま召喚、その後ジェットシンクロン1体であるミラージをリンク召喚して、その後ジェットシンクロンを蘇生することで種族の異なる、炎属性が3体場にいる状態になるため、キュリオスをリンク召喚しトリビカルマを落とすことで、ベルレイノやグリーフをサーチしながら3枚肥やしで初動になってくれます。キュリオスは2の効果は相手ターンでも良いため、スクリームがあると6枚肥やしを毎ターンすることも可能なので順号外として機能します。今回は勇者ギミックも採用しています。ディアベルスターと勇者ギミックが絡んだ場合は、コストを勇者側のドラコバックや旅路を当てることで、ディアベルスターも現在砲も実質ノーコストで撃つことができます。ディアベルスターアラメシアのようなレベル4とコストが供給できるときは、アクセルシンクロンでレゴシンを落とすことでレベルを8にし、レゴシンを蘇生しながらジアンデッドを立てるような動きも可能です。もちろんジアンデッドからトルドーやシェイレインが絡めばキュリオスへ行けます。このデッキのパワーの根幹はナチュビをかなり立てやすいところにあります。墓地の水使いとレボシン蘇生さえできれば地属性 5S が立つのでナチュビになれます。特に強力なのがアラメシやレボシンで他の手札がグリーフなどの場合、バロネスや印ナチュビを立ててからティアラメンツの動きを通したりできます。勇者とディアベルスターはデッキを圧縮しながら展開をするため、墓地肥やしの期待値が高くシャドールのヒット率もかなり高いです。普通にナチュビミドラなんて出てきたら返すのはかなり難しいですからね。それでは対戦の方を見ていきましょう。1戦目は先行です。この時ボイドを試していてハートビーツと入れ替えてますがあまり影響はないです。対戦よろしくお願いします。今回は勇者側もディアベルスターも引いてない状態で、ティアラメンツの動きから動いていく形になります。動く時のポイントですがなるべく召喚剣を使わない方がいいです。Gのラブが見えてる時を除いて手札効果から動きます。なぜかというとこのデッキは財宝狩りやビーストなど、落ちたカードでドローが多発するため勇者の後引きが結構あります。MD だと制限なので機会は少ないですが、水機会が落ちてアラメシアが拾えるパターンもあるので、なるべく召喚時効果は使わないで展開できる方が、ナチュビなどを立てる確率がぐっと上がります。できるだけ落ちた霊能の蘇生から動いたり、旅路で霊能を捨てて動いたりグリーフから動くのが理想です。財宝狩りも現在砲もどちらも落ちて強いカードになっていて、前者はドロー、後者はジェットなどのサーチを墓地から行うことができます。こんな感じでチューナーが欲しいなーって思ったら墓地の現在砲を除外して、ディアベルスターやエクセルを戻してジェットをサーチすることが可能です。手札の損失を抑えるためにアクスタを採用していますが、正直この8シンクロは何でもいいです。ドラガイトとかでも問題ないですね。これで場に地属性1チューナーを供給しながら、ジアンデッドでさらなる墓地肥やしを狙うことが可能です。先ほど拾った水使いが手札にあるので少なくともナチュリは確定してる状態ですね。ジアンデッドで相手のデッキを見たらなんとミラーマッチでした。幸いティアラメンツは落ちなかったのでシャドウを拾って素材にします。レゴシンがレベル1なのでトルドーがいる時は6になり、レベル4と絡めばバロネスへ行けます。この時点でリダイバロネススクリームナチュビです。墓地にシャドウもいるので相手ターンミドラーシュも可能ですね。ここは一旦カレードハートを出します。相手ターンの落ちでミドラーシュとルルカロスを出せばいいからですね。相手のデッキが見えていたので超融合ケアで、残ったジアンデッドはバロネスで割った方が勝率は高かったかもしれないです。魔法カードは全部無効にしていきます。デッキ枚数だけ注意しましょう。最後に融合したのが3体素材のカレードハートなので、デッキボトム3枚はティアラメンツで確定してる状態です。つまりナチュビをポコポコ使って残り3、4枚の状態で、スクリームが起動すれば必ずティアラ2枚が落ちるので、ミドラーシとルルカロスが確定で立つ状態になってます。このナチュビでちょうどデッキが残り4枚になりました。相手は超融合でぶっ放してきましたが、ミドラーシュが出る前に超融合を打ってしまったのでミドラーシュを吸えません。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。対戦よろしくお願いします。これはアラメシアからの展開が通ればジアンデッド展開も目指せるハンドです。G を受けてもアラメシア、ディアベル、捨てたトリビからの回収で手早く3妨害作れます。グリフォンのサーチにうららをもらってしまったので、ナチュビの素材として勇者トークンを残しつつディアベル1枚展開をします。ディアベル効果で現在砲をサーチして現在砲を発動します。
コストはディアベル自身でもいいですが、今回は余ってるドラコをコストにします。デッキからエクセルを特殊召喚して効果でジェットをサーチします。そのままジェット召喚してアルミラージに変換し、墓地のジェット効果でジェットを特殊召喚します。財宝狩りから入ってる場合はこのコスト分が浮くのでお得です。その後3体を素材にキュリオスを作っていきます。今回はティアラメンツを落とせばそのまま展開できますね。キュリオスは効果発動後ランダム3枚肥やしが入るので、トリビが墓地にあるときはフェルレイノなどは先に拾っておきましょう。キュリオスから入った場合はいつもの10枚肥やしに加えて追加で3枚肥やしと展開でのデッキ圧縮があるので落ちがかなり強いです。今回はトルドーが落ちてくれたので、そのままバロネスを作って展開をしていきます。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。対戦よろしくお願いします。今回は高校です。相手は天帝型のラビュリンスですね。ドロバの採用率が落ちてきたので、また流行ってるのかもしれません。伏せ多すぎてヤバいかもしれません。こういう時に活躍するのが勇者ギミックとレボシンになります。1枚ドラコで和菓子でグリフォン出して1枚踏んでブラックローズなんて動きができます。スキドレみたいなカードが開かれました。地上のモンスター効果を全部発動不可にするカードです。普通に書いてあること同読んでもおかしいので、フェルレイノなどがないとさすがに対処不可なカードです。もちろんアラメシア1枚で能力吸収1枚だけなら飛ばせますが、他にも妨害があるので回答が2枚ほど要求されるカードです。ただティアラメンツの場合、フェルレイノさえあれば能力吸収は簡単に対処することができます。場の効果は発動不可ですが、手札墓地は効果を使えるので、墓地肥やしから展開してフェルレイノで割ればいいのです。これで相手の伏せを2枚抜くことに成功しました。あとは伏せ2枚を抜けばキル取れそうですね。レボシンブラロー、泡を打たれてしまいますが打たせたとも言えます。あとは墓地のカードを使って手札を整えていきましょう。レボシンの効果でサリークが落ちてくれたので、サリークの効果でティアクシャを回収しておきます。墓地の財宝狩りにうららをもらいますが、なんとシルイアが落ちていたので、このうらら無効です。墓地シルイア忘れがちなんですが、ランダム肥やしで落ちるとなおのこと見逃しがちです。ちなみに反落が最強除去になります。これで相手は手札も0枚なので、後続さえ立ってしまえばもうこちらの盤面を返す力もないですね。バロネスに行こうとしたら破壊罠を打たれたので、レディのチェーンを切るために白雪を使っていきます。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。次の対戦も高校です。対戦よろしくお願いします。駒太郎からスタートです。勇者系か聖騎士あたりのデッキが多いですね。余談ですが、このデッキ展開魔法で後手をまくるタイプなので、 G うららで止められない場合は魔法系無効が複数あるとかなりきついです。つまり聖騎士みたいな魔法無効を3個とか置いてる系のデッキはまくるのがかなり困難な対面になっています。逆にスネークアイなんかはある程度ジャブ打ってウーサを作らせてからアラメシアなんかを打ってミドラーシュで返したりするとリソースを無に変えてたりします。さて相手は D 勇者系のデッキですね。多分下振れの動きだとは思います。めちゃくちゃ懐かしい景色ですね。ジューデス杉木に一生切れてた時代だった気がします。2妨害と伏せカードの3妨害しかないので、これぐらいならささっとまくっていけますね。とりあえずアラメシアでデスペニカグリフォンどっちか確実に踏めます。デスペニは踏めましたね。この妨害は受け身の妨害なので、このままレボシンバロネスを作っていきます。相手目線多分ティアラメンツではなく勇者シンクロに見えてるので、墓穴を変なところに履いてしまうんですね。シェイレインでティアラメンツを手札に残して3枚落としをすると、レイノも当選札になるので期待値が高いです。対戦ありがとうございました。ここからはリプレイの垂れ流しになります。実際に使う時の参考にしてください。相手60枚なんだけど、とんでもないデッキっぽいです。突然のスネークアイ、
配体制も墓地のアンブロも全て忘れて、ワンキーだーって頭空っぽになってます。プレミです。二段ではな吸い込めたのでバロネスでミドラーシュ作って詰ませます。墓地に白雪がいるのでミドラーシュを殴ることもできません。対戦ありがとうございました。実はディアベルの相手ターン蘇生するときのコストは、効果処理で墓地に送るのでティアラメンツを捨てると融合できます。つまり G にドローで何でも無効2こと、相手ターン融合とペルレイノの4妨害作れちゃうんです。対戦ありがとうございました。下ブレメタビは芝居ちゃうよん。アトラクターは勇者でケア太郎です。うろー、アライズダメ。よかった。良心的なユニコーンです。対戦ありがとうございました。ということでいかがだったでしょうか。勇者財宝ティアラメンツでした。アラメシアギミックと財宝ギミックのおかげで、かなり対応力が高い立ち回りができて気に入っています。もともとは OCG でタスクさんが組んでいたデッキを参考にして、ルーラー禁止の MD でどうにか再現できないかと試行したものになります。当時の OCG には程遠いですがなかなか強いデッキに仕上がったと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。